那覇市から高速バスで約1時間、いの座インターチェンジで下車します。バス停から球場入り口までは徒歩1分ほどです。この急な坂を下って球場へ入っていきます。雨が降っていて風も強くて少し寒いです。右手にサブグラウンドが見えてきました。キャッチボールが始まっているようです。進行方向は左。すぐに分かれ道があります。右に行くと先ほどキャッチボールをしていたサブグラウンド。まっすぐ行くとメイングラウンドに着きます。まずはメイングラウンドから行きます。右手に見えてきました。また急な坂を下っていきます。都心部はそうでもなかったんですけども、沖縄全体的に坂道が多く、歩いているとどんどん足が痛くなってきました。正面には総合案内所、飲食店、グッズ売り場のテントが並んでいます。道なりに行くと球場方向です。受付を通ります。検温と消毒を済ませパンフレットをもらいました。右側にはよくテレビで映っている植え込み、こちらがライトの柵を越えたところになります。いよいよスタンドに入ります。前日から降ったりやんだりが続いている雨の影響でグラウンドが濡れています。選手はドーム内でアップをしているようです。キータが1人といいますか、1頭で観客の機嫌をとっています。こちらはスカイエーの放送席です。今日のゲストは金村悟さん。去年まで阪神のピッチングコーチをされていましたね。スタンド中央です。スカウト席や OB 席、マスコミ席、ゲスト席となっていて、ポールで囲われています。それ以外が一般客の席となります。ちなみに前日は井川圭さん、星野伸之さん、右手には福本豊さんがおられます。川藤幸三さんもおられました。なんと弁当を2つ食べられていました。元関西テレビアナウンサー梅田淳さんです。福本さんがグラウンドに降りてこられました。元ヤクルトの宮本慎也さん、宮本さんの後輩にあたります。今岡誠コーチと話をされています。今度は平田ヘッドコーチと話をしています。福本さんがスタンドを指さして何か話をされています。実は先ほど福本さんのお隣にとある有名な方が座っておられました。私もこの写真や動画を撮った時は全く気づかなかったのですが、俳優で阪神ファンでも知られる渡辺謙さんが11年ぶりに宜野座キャンプを訪れていたそうです。おそらくこの時の会話はこんな感じだと思われます。レフト方向へ進みます。選手たちは三塁ベンチ横にある通路から反対側のドームやサブグラウンドに渡ります。
現在の国内でバッティング練習やカップが行われているようで、掛け声や打球音が少し聞こえてきました。さらにレフト方向に進みます。レフトポール近くまで行くことができ、このように写真を撮ることができます。天気のいい時にはこの辺りでインタビューも行われていました。